こんばんは。スタジオアップルシーの子育て応援相談員の阿部です。今日は絵本の読み聞かせについて話をしたいと思います。まず今日は効果について話していきたいと思います。効果はすべて6つあります。まず絵本の読み聞かせは言葉を育て、心を豊かにし、人間性を育てる大事な取り組みになります。まず効果1つ目、高い言葉のセンスを鍛えます。日常会話とは違うんですね。学力の基礎となるのは語彙力。より多くの言葉に触れることによって確かな理解力と思考力につながります。作家はたくさんの本を読み、理解力、言語力、思考力が鍛えられていると言えるでしょう。2つ目、記憶力が育ちます。繰り返しの読み聞かせは耳からの記憶力を育てます。幼児は耳からの記憶力が育ちやすいです。3歳までは耳からの記憶力を育て、年中さん、年長さんは目からの記憶につなぎましょう。3つ目、豊かなイメージ力を鍛えます。本の中の世界で想像力を膨らますことによってイメージ力が育ちます。あらゆるジャンルの本を読むことが効果的です。子供が好きな本を半分、親が読ませたい本を半分読ませることが効果的でしょう。ではまた次回よろしくお願いします。